1977年の手塩駅と、周囲約750メートル範囲。上が、ノ延方面。駅舎は、鉄筋コンクリート製で、千鳥状にずれた、相対式ホーム2面2線。駅舎横のホロノ延側に、貨物ホームと引き込み線。駅裏側に副本線とそこから南へ伸びる、留置線を有する。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成手塩駅は、北海道手塩郡手塩町技川口に、かつて設置されていた、日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号は手塩。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に、廃駅となった。百八十六年十月まで運行されていた、急行は、 ボロの停車駅であった。所在町名より、町名は、手塩川に由来する。廃止時点で、単式ホーム、島式ホーム複合型の計2面2線を有する、地上駅で、列車交換が可能な駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央と島式ホーム南側を結んだ、構内踏切で連絡した。駅舎側が、下りの一番線。 上屋が設置された島式ホームが、上りの2番線となっていた。島式ホームの外側一線が側線として残っており、その他1番線の掘延べ方から分岐し、駅舎北側の切りかき器部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は、鉄筋造りで構内の西側に位置し、単式ホーム中央部に接していた。 かつての駅前食堂と駅名板駅は国道232号手塩バイパス沿いの調律国保病院南西端にある同バイパスの交差点に所在していた。廃止後もしばらくはキオスクが営業を続けていた。駅付近の線路跡は同バイパスへの転用の際に整地されてしまったため、駅跡における駅の移行は皆無であるが、 かつて、駅前食堂だった飲食店の入り口に駅名標が展示してある。また、かつての駅前通りである、北海道道484号、手塩高専沿いには、手塩町農業共同組合や、手塩川歴史資料館、手塩郵便局が軒を連ねており、道道の東の先に、かつて駅があったことを忍ばせている。なお、沿岸バス、手塩バス停は、 手塩川歴史資料館の隣地にあり、道の駅手塩は国鉄手塩駅跡南方200メートルほどの道バイパス沿いに所在している。ありがとうございます。